ルーブル美術館はパリにあるフランスの国立美術館。世界最大級の美術館であるとともに、世界最大級の史跡の一つでパリ中心部一区のセーヌ川の右岸に位置する。収蔵品38万点以上。戦死時代から19世紀までの様々な美術品3万5千点近くが、総面積6万600平方メートルの展示場所で公開されている。 世界で最も入場者数の多い美術館で毎年800万人を超える入場者が訪れ2018年は初めて1000万人を超えたフランスの世界遺産であるパリのセーヌ菓市にも包括登録されているそのコレクションの一部は日本を含め海外へ貸し出されることも多いルーブル美術館はフランス王フィリップ2世が12世紀にもともとは 要塞として建設したルーブル城に収容されている。現在の建物にも要塞として使用されていた当時の面影が一部残っているが、幾度となく増改築が繰り返されて現在のルーブル宮殿の建物となっている。フランスは一世の改築計画以来、歴代フランス王の王宮として使用されていたルーブル宮殿だったが、1682年に フランス王ルイ14世が自身の王宮にベルサイユ宮殿を選び、ルーブル宮殿の主たる役割は1692年以来収集されてきた古代彫刻などの王室美術品コレクションの収蔵、展示場所となった。1692年にはルーブル宮殿にフランス学士院碑文、碑文アカデミーと王立絵画彫刻アカデミーが収容され、1699年に 最初のサロンが開催されている。アカデミーはその後100年にわたってルーブル宮殿に設置されていた。そしてフランス革命家の憲法制定国民議会でルーブル宮殿をフランスが保有する優れた美術品を展示する美術館として使用することが決定された。美術館として正式に開館したのは1793年である。この時には 王室所有だった、あるいは、キリスト教の教会財産から没収された絵画を中心として、537点の絵画が展示されている。しかしながら、建物の構造上の問題から1796年に一旦閉館されており、1801年に再度、開館した。フランス皇帝ナポレオン一世が、諸国から美術品を収奪したことにより、所蔵品は、 増大していき、美術館も名前をナポレオン美術館と改名したこともあった。その後、ワーテルローの戦いの敗戦で、ナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝位を追われ、ナポレオン軍が収奪していた美術品の多くが元の持ち主たちに返還されている。王政復古でフランス王となったルイ18世、シャルル10世の統治時代、さらにフランス第二帝政時代で、 ルーブル美術館の所蔵品はさらに増え続け、2万点を超える美術品が集められた。その後に成立したフランス第三共和制の時代にも、ルーブル美術館の所蔵品は、遺像や寄贈などによって着実に増えていった。2003年にイスラム美術部門が創設され、所蔵品が古代エジプト美術部門、古代オリエント美術部門、古代ギリシアエトルリアローマ美術部門、 イスラム美術部門、彫刻部門、工芸品部門、絵画部門、素描、版画部門の8部門に分類されることとなった。中世、ルネサンス期、ブルボン王長期ルーブル宮殿地下室。中世ルーブル城の面影が残る唯一の場所。現在ルーブル美術館として使用されているルーブル宮殿は、12世紀にカペー朝代7代のフランス王フィリップ2世が、 要塞として建設したルーブル城を元としており、当時の建物の面影が現在も地下室に残っている。ただし、ルーブル城がすでに存在していた別の建造物を増改築した要塞だったのか、一から建てられた要塞だったのかどうかは伝わっていない。セール川の中州であるして島は、中世においてもパリの中心地であった。都市の防衛という面で、 町の中心を流れるセーヌ川自体が防御の弱点となっていたため、防衛要塞たるルーブル城が建設された。円筒型で、計約15メートルのドンジョンの周囲に、方形の城壁を巡らした要塞は、20年余りの歳月を要して完成した。この城壁は、現代のルーブルのシュリー翼の位置にあたり、シュリー翼の中庭の南西側4分の1の面積に相当する。 当時のルーブルは宮殿ではなくまさに要塞であり、建物の役割は大部分が、牢国や人質の監禁場所に当てられていた。パリ市の防衛のために建造されたルーブル城であったが、この城が英国など外国からの攻撃にさらされることは結局なかった。当時のルーブルの遺構は、後のナポレオン三世の時代、1866年にも発掘調査が行われているが、 本格的、学術的な発掘調査が行われたのは1984年から1986年のことである。また、1991年に発掘された城壁の一部は地下のショッピングセンターの大ホールで一般に公開されている。ルーブルの語源については複数の説がある。12世紀後半のパリで最大の建築物だったことから、 偉大なを意味するフランス語、エルベラからという説、森の中に建てられたことから、多くを意味するフランス語、ルーバーからという説、ラルース百科事典の狼狩りと関係する、ラテン語、ループスが変化した、ビサンチン帝国で使われていたラテン語、ラパラから派生したという説などがある。また、7世紀フランスの猛の女子大衆動員調整、ファーレはパリ地方に、 ルーブラと呼ばれる邸宅があるという記録を修道院に残しているが、この記述のパリはおそらく現在のパリとは違う地域を指していると考えられる。シャルル5世時代のルーブルルーブル宮殿は中世時代を通じて何度も改築されている。14世紀にはフランス王シャルル5世がレーモン・デュ・タンブルに命じてルーブル城を改修し、要塞のイメージが強かったルーブルを規模は 従来のままで華やかな上官へと作り変えた。1546年にはフランソワ一世がルネサンス様式の壮麗な建物への改築を決定した。このフランソワ一世が収集した美術品、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザなどがルーブル美術コレクションの中核となっていった。フランソワ一世は1528年に ルーブル城のドンジョンを取り壊した。1546年には建築家、ピエール・レスコに命じて、球場を取り壊し新たな宮殿を建築する工事を開始したが、その翌年フランスワ一世が死去したため、ルーブル城の改築は、息子のアンリ二世に引き継がれた。アンリ二世の死後、その日、カトリーヌ・ド・メデシスが、ルーブルの西約500メートルのところに、 新たな宮殿の建築を始めさせた。かつて河原製造工房があったことから、チュイルリー宮殿と呼ばれる、この宮殿は、フィリベルドロルムの設計で、1563年から建築が開始され、完成には約1世紀を要した。バロア王朝の終焉後、ブルボン王朝の初代の王である、アンリ4世は、旧ルーブル城の部分を4倍の面積に広げ、 セーヌ川に沿ってルーブルと西のチュイルリー宮殿を直接結ぶ、長大な回廊を建設させた。グランドギャルリの建設やクール彼の拡張を含む、グランデスサンはアンリ4世の時代に開始されたが、造営は次のルイ13世の時代にも引き継がれた。太陽をルイ14世も、さらなる拡張計画を進め、1657年からは、建築家、ルイル・ボーが中心となって、 クール彼の拡張、並びにルーブル宮殿とチュイルリー宮殿を結ぶ建物の工事が進められた。しかしながら1682年にルイ14世が自身の宮殿にそれまでの歴代フランス王が宮廷としていたルーブル宮殿からベルサイユ宮殿へと宮廷を移すことを決めた。宮廷の移動に伴うベルサイユ宮殿の改築工事は遅れがちではあったが、戦宮は 予定通りに行われ、王族が不在となったルーブル宮殿は芸術家たちの住居圏アトリエとして提供されることとなった。1747年に出版された美術評論家ラフォンド・サンティエンの著作がきっかけで18世紀半ばに王室美術コレクションを公開展示するギャラリーを設置しようという機運が高まった。1750年10月14日に ルイ15世がギャラリーの設置を承認し、リュクサンブール宮殿に王室絵画ギャラリーを設け、王室コレクションが所蔵する96点の絵画作品を展示することを許可した。ギャラリーの会館にはルノルマンド・トゥルネームとマリニー公爵アベル・フランソワが立ち会っている。王の絵画は毎週水曜日と土曜日に一般公開された。公開された王室絵画コレクションには、 ルネサンス期のイタリア人がカンドレアデルサルトの自愛をはじめ、ルネサンス期イタリア人が家、ラファエロ、ティツヤーノ、ベロネーゼ、バロック期オランダ人が家、レンブラント、バンダイク、バロック期フランス人がカプスサンラの絵画作品が含まれていた。1778年にルイ16世がリュクサンブール宮殿をプロバンス伯爵ルイに与えたため、 この絵画ギャラリーは1780年に閉館された。しかしながら、ルイ16世紀の下で、リュクサンブルール宮殿に代わる王立美術館の設置は国の政作となっていった。そして、王室建造物長官で王立絵画彫刻アカデミーにも関わっていた、ダンジビレハクシャルルクロードが美術コレクションを拡張し、1776年にルーブル宮殿を 巨大なギャラリーとして美術館へと転用する案を提出した。ルーブル宮殿を美術館へと転用するというこの提案には多くの賛同者が現れたが王室からの許可は降りず、本格的にルーブル宮殿が美術館として使用されるようになったのはフランス革命以降のことだった。フランス革命期フランス革命家でルーブル宮殿は大衆に開かれた美術館へと姿を変えた。 1791年5月に憲法制定国民議会がルーブル宮殿をあらゆる科学、芸術が集められた場所とする法案を可決した。1792年8月10日にルイ16世が投獄され、ルーブル宮殿に所蔵されていた王室美術コレクションは私有財産ではなく国有財産となった。市民による美術コレクションの破壊や略奪を恐れた。 国民議会は8月19日にルーブル宮殿の美術館化を支給をし進めるという声明を出している。10月には国有財産保存委員会が設置され美術コレクションを一般展示するための準備が進められた。開館エロスの接吻で目覚めるプシケ1787年に制作以来1824年に完成。 ルーブル美術館の開館は1793年8月10日で、この日は全国を瑠璃16世の処刑1周年にあたる日だった。週のうち3日間大衆に開放されたルーブル美術館は大いなる成果であるとして高く評価された。開館当時のルーブル美術館には537点の絵画と184点のその他の美術品が収蔵されていた。 コレクションのうち4分の3ほどが王室美術コレクション由来で残りはフランス革命で他国へ亡命した上流階級ローマカトリック教会からの欧州美術品を国有財産化したものだった。コレクションを拡張、系統立てて整理するために毎年10万リーブルの献金が集まった。1794年からフランス革命軍が 北ヨーロッパ諸国から美術品を押収し始め、1797年2月に、フランスとローマ教皇との和平条約であるトレンチの条約が締結されてからは、古代ローマ彫刻、ラオコーン像やベルベデーレのアポロンなどの美術品がバチカンから押収されて、フランスへと持ち込まれた。これらは、ルーブル美術館を国民主権の象徴たる一流の美術館とすることを目的としていた。 開館初期のルーブル美術館は混沌としたものだった。特権を受けた芸術家が未だに美術館内に住んでいただけでなく、絵画の展示方法も全く分類されておらず、床から天井まで所狭しと作品がかけられているだけだった。その後、1796年5月に建物の構造上の問題から一旦閉館され、1801年7月に、 作品を年代順に配置した上で新たな照明が追加されて再度開館している。ナポレオン一世と第一帝世紀ナポレオン一世がフランスの実権を握りヨーロッパ諸国との戦争に勝利し続けたことによってフランスの美術品コレクションは諸国からの略奪美術品で溢れ返っていった。百九十八年から1八百一年のエジプト侵攻後、ナポレオン一世は ルーブル美術館の初代館長にドミニクビバンを任命した。これにちなんで、1803年にルーブル美術館はナポレオン美術館へと改名され、スペイン、オーストリア、オランダ、イタリアなどの美術品が収蔵された。これらの美術品はトレンチの条約などの和平条約を無視して諸国から略奪された美術品だった。1815年のワーテルローの戦いで、 フランスが敗北し、略奪された美術品の元の所有者たちは、その返還をフランスに求めた。しかしながら、ルーブル美術館の上層部は、この要求にほとんど応じず、略奪美術品の多くを自分たちのプライベートコレクションに紛れ込ませて、引徳しようとした。進まない返還交渉に行き通った諸国は、ワーテルローの戦いで勝利したイギリスに特使を送り、 美術品変換への協力を求めた。この結果多くの美術品が変換されたが、そのままルーブル美術館に残された美術品も存在している。変換されずにルーブルに残った主要な美術品に、マンテーニャの自愛、ベロネーゼの金の婚礼、ロヒール・ファンデル・ウェイデンの受胎告知などがある。王政復古後の1815年に、 フランス王ルイ18世とイタリアとの間に未変換の略奪美術品についての協定が交わされた。例えば、現在もルーブル美術館が所蔵するベロネーゼのカナノ婚礼は、この時の協定でフランス人がカシャルル,ルブランの一大コレクションと交換され、元の所有者であるローマの美術品収集家アレッサンドロ・アルバーニにも賠償金が支払われている。王政復古期。 第二帝世紀、ミロのビーナスは、ルイ18世の時代に、ルーブル美術館に収蔵された彫刻である。ナポレオン1世が失脚し、フランスはルイ18世が王位について王政復古期に入る。ルイ18世とジオーのシャルル10世の知性化で、72万フランをかけて、ルーブル美術館に135点の美術品が追加された。さらに、古代エジプト学者、 ジャン・フランソワ・シャンポリオンの指揮の下、古代エジプト美術品の専門部局が編成され、イギリス人画家、エジプト学研究者、ヘンリー・ソルトやイタリア人古美術品収集家、ベルナルディのドロベッティラのコレクションから7000点以上の古代エジプト美術品を購入している。ただし、この時代に追加された美術品の数よりも、王権を回復するためという名目で、ルーブル美術館から、 ベルサイユ宮殿へと持ち出された美術品の方が多かった。1848年に第二共和制が成立すると、共和政府は美術品の修復費用として200万フランを供出し、さらに美術品の展示場所であるアポロンギャラリー、サロンカレ、大展示室の完成を推進した。1858年にフランス第二訂正が成立し、フランス皇帝となった。 ナポレオン三世は、1861年に641点の絵画、古代ギリシアの金貨、ジャンピエトロ・カンパーナ公爵の美術品コレクション由来の古美術品など11,835点の美術品を購入した。1852年から1870年にわたる、フランス大に訂正したで、フランス経済は拡大し、 ルーブル美術館は1870年までに2万点に上る美術品を新たに収蔵している。また、花の展示室と大展示室が建築家ルイビス・コンティット・ヘクター・ルフェルによって改装されたのもこの時期である。第三共和世紀と世界大戦期、バトーのピエロ。1718年から1719年頃の作品で旧称ジルと呼ばれていた。 フランス第三共和制の時代にルーブル美術館に新たに収蔵された美術品は遺像、寄贈によるものが多かった。アンゲラン・カルトン作といわれる15世紀の油彩画ビルレザビニオンのピエタはルーブルともの絵が寄贈したもので、1863年に発掘された古代ギリシア彫刻サモトラケの二家は同年にルーブル美術館へと収められたものである。 サモトラ家の2家は、頭部、左腕が存在しないなどのひどい損傷があるが、1884年の展示以来、ルーブル美術館が誇る主要な古代彫刻となっている。1869年に、美術品収集家の医者、ルイ・ラ・カズが依存した583点の美術品から、なる・ラ・カズコレクションには、ロココキのフランス人画家、シャルダン。 フラゴナールらの絵画が含まれており、そのたら数コレクション由来の著名な作品として、バロック期のオランダ人が赤、レンブラントのダビデオの手紙を手にした、バテシワの水浴、ロココ期のフランス人が赤、バトーのピエロなどがある。ルーブル美術館の拡大は、第一次世界大戦後緩やかになっていき、重要な作品の購入はほとんどなされていない。例外と言える作品として、 バロック美術記のフランス人ラトゥールのイトマスと遺蔵された大規模なコレクションとして1935年にエドモンド・ベンジャミンドス・チャイルドが遺蔵した4000点の版画、3000点の絵画、500点の装飾本が挙げられる。第二次世界大戦時には多くの美術品がルーブル美術館から避難した。第二次世界大戦直前にドイツ軍が チェコのズデーテン地方を併合した時には、モナリザなどの重要な作品が、ロアールイコールエイコールシェールのシャンボール城へと移された。1939年後半に第二次世界大戦が勃発すると、サモトラ家のニケやミロのビーナスといった重要な彫刻作品がアンドルのバランス城へと移されている。所蔵美術品の梱包に二日かけ、 1939年8月27日に一段のトラックがルーブル美術館を離れた。12月28日までにはあまりに巨大で重量がかさむ作品と地下室に所蔵されていた重要ではない絵画作品を除いて主要な作品はすべてルーブル美術館から姿を消している。1945年初頭、それまでドイツに占挙されていたフランスが解放されると、 各地に分散していた美術品が元通りルーブル美術館へと戻されていった。大ルーブル計画とルーブルピラミッド1874年までにルーブル宮殿は現在の構成となった。ほぼ正方形の宮殿本体、中庭の東に面する最古の建築物シュリー翼、ナポレオン広場の北に面するリシュリュー翼と広場の南に面するセーヌ川沿いのドゥノン翼である。 1983年に当時のフランス大統領ミッテランが推進したパリ大改造計画の一環である大ルーブル計画で建物が改築されるとともにそれまでルーブル宮殿内にあった財務省が移設され宮殿施設全体が美術館となったそして建築会を民兵からナポレオン広場に設けられた新たなエントランスに ガラス製のピラミッドを建築する提案がなされた。このピラミッドと直下の地下ロビーが落成したのは1988年10月15日のことである。そして大ルーブル計画の第2段階として1993年に地下のカルーゼルショッピングモールに最高用途を兼ねる逆ピラミッドが完成した。従来の宮殿入り口には 多数の来館者を裁ききれないため行列ができるという問題があったが、ナポレオン広場の広大な地下エントランスがその問題を解決した。2002年以降のルーブル美術館入場者数は、この大ルーブル計画以前に比べて約2倍に増加している。ルーブル美術館とルーブルピラミッドルーブル美術館とルーブルピラミッドルーブル美術館には38万点以上の 収蔵品がある。そのうちおよそ3万5000点が8部門に分かれて展示されており、常設展示室の総面積は6万600平方メートル以上となっている。ルーブル美術館に展示されているのは彫刻、工芸品、絵画、ドローイング、古代美術品などである。世界で最も入場者数の多い美術館、博物館であり、1日平均1万5000人の 入場者数のうち約65%が外国人観光客となっている。イタリア人建築家マリオ・ベッリーニとルディ・リ・キオッティが国際コンペに勝ち残り、両者の設計によるイスラム美術品を展示する3000平方メートルの新たなギャラリーが2012年に開館した。当初2009年の開館が期待されていた、このギャラリーは美術館南のドゥノン・ツバサ中央にある 新古典様式のビスコンティの中庭に位置する2階建ての建物で、天長が金色の起伏ある屋根と蜘蛛の巣のように張り巡らされる9000本近い鉄管で構成された内装を持っている。このギャラリーは1989年に設置されたルーブルピラミッド以来21世紀に入って最初の大きな建造物となっている。 運営ルネサンス期の巨匠レオナルド・ダヴィンチが描いたモナリザはルーブルで最も集客力がある作品となっている。ルーブル美術館は国立の美術館ではあるが1990年代からその独立性を強めつつあり2003年以降は政府から運営予算を捻出するための独自基金を創設することが求められている。2006年には 全予算のうち国が負担する割合がそれまでの75%から62%まで低下した。2003年に出版された小説ダビンチコードをもとにした2006年の同名の映画ダビンチコード制作時に撮影場所としてギャラリーを提供し250万ドルの収入を得たこともあった。2008年には年間予算3億5000万ドルのうち国が 負担するのはおよそ半分の1億8000万ドルとなり、残りは寄付金と入場チケットの売上金で賄われた。全ルーブル美術館長、ピエール・ローゼンベールの後を継いで、2001年からアンリ・ロワレットが館長となった。ロワレットはそれまでの館長とは異なり、所蔵美術作品の貸し出しに積極的な方針を取っている。2006年に1300点の作品型施設に、 貸し出され、その貸し出し料金が新たな美術作品の購入資金に充てられた。2006年から2009年には、米国ジョージア州アトランタの廃美術館から、作品の貸し出し料金として690万ドルを得て、作品の修復費用として使われている。2012年には、ルーブル美術館とサンフランシスコ美術館との間で、5年間の展示、出版、教育、 保存、教育に関する協定が結ばれた。2012年に9850万ユーロをかけて、イスラム美術ギャラリーが拡張され、そのうち3100万ユーロが、国の基金から、1700万ユーロが、サウジアラビア王族のアミラ・タウィールが創設した基金で、あるワリード・ビンタタール基金から供出された。その他、アゼルバイジャン共和国、クウェートの市長、オマーンの国王、 モロッコの国王から合計2600万ユーロの寄付が集まった。また2012年にルーブル美術館の別館であるアラブ首長国連邦のルーブルアブダビ建設計画が発表された時には開設後に30年間ルーブルという名称を使用する料金として4億ユーロが支払われたと言われている。ロワレットはコレクションの弱い分野を保管するために 他施設への所蔵作品の対応料金と入場料収益の20%を毎年の作品購入資金に充てるとしている。また、ロアレットは経営改革にも熱心で、それまでルーブル美術館の数あるギャラリーの開館率が80%程度だったのに対して90%まで開館率を向上させた。その他、開館時間の延長、毎週金曜夜の入館料無料化、 作品購入予算の450万ドルから3600万ドルへの引き上げなどの業績を上げている。ルーブル別館ルーブルランス2004年にフランス政府はルーブル美術館の別館をパイコールドカレーの以前は単行長として栄えていたがすでに過疎化しているランスに建設することを決定した。これはパリのルーブル美術館本館の混雑緩和と全体での入場者数の増加。 さらに、フランス北部の産業経済振興を目的としたものだった。計画当初の別館建設候補地として、ランスの他に、アミアン、アラス、ブローニュシュルメール、カレー、バランシェンヌの北部ご都市の名前が挙がっていたが、最終的に当時の首相ジャンピエール・ラファランが、ランスに、ルーブル・ランスという名前の別館を建てることを決定した。そして2005年に、日本人建築家、 瀬島和夫と西沢達江のユニットサナーがルーブルランスの設計を任され建築計画が始動した。2012年12月の開館時にルーブル美術館の関係者は別館は600点に上る美術品収容能力を有し年間50万人の集客を見込んでいるとした。ルーブルアブダビ2007年にルーブル美術館は2012年までに アラブ首長国連邦のアブダビにルーブル美術館の別館を建設すると発表した。しかしながら建設は遅れており、開館は早くても2015年になると言われている。フランスの文化、コミュニケーション省、ルノー・ドヌデュード・バーブルとアブダビ首長一族のシーク・スルターン・ビンハール・ナヒアンとの間に新美術館にルーブルの名称を関することを30年間許可する。 契約が結ばれ、8億3200万の費用で、アブダビに新たな美術館が創設されることとなった。ルーブル・アブダビの設計者は、フランス人建築家、ジャン・ヌーベルで、ビューローハッポル土砂が建設を担当し、2万4千平方メートルの建設予定地に空飛ぶ円盤のような、ドーム状の屋根を持つ建物となる予定である。フランス政府は、ルーブル・アブダビとの間に、 200点から300点の美術品を10年交代周期で貸し出す契約、専門的知識及び助言を提供する契約、15年間にわたって年4回の展示会を開催する契約を締結している。ルーブル・アブダビに展示される美術品は、ルーブル美術館のほか、ポンピドゥセンター、オルセイ美術館、ベルサイユ宮殿、ギメ美術館、ロダン美術館、 ブロンソールーブル美術館はナチスドイツが諸国から収奪した美術品と同じくナポレオン一世がヨーロッパ諸国から収奪した美術品に関する文化財の貴族問題で様々な議論の中心となっているナチスドイツによるフランス占領の終了後 フランスから集奪されていた15万点以上の美術品のうち6万1233点がフランスへ返還され、私有財産担当部局の管轄となった。1949年までに所有者が現れなかった絵画作品1001点を含む美術品2130点がフランス美術館部局に移管され、返還先が見つかるまで適切な保管に責任を持つと、 同時に複数のフランス国立美術館が共同運営する回収美術品保管部局の管轄となった。これらの美術品のうち10%から35%についてはユダヤ人から略奪されたものだと考えられている。所有者がわからなかったこれらの返還美術品が1946年に一斉公開された。1950年から1954年にかけても 所有者であると名乗りを上げた人物が正当な権利を持っているかどうかを見極める目的で再び一般公開された。その後も所有者が現れなかった美術品の所蔵及び展示はルーブル美術館など複数の美術館が実施している。1951年から1965年にかけて37点の美術品が正当な所有者に返還されたが、 1960年代の終わりには、名乗り出る所有者が減少していき、美術館での一時保管品として分類されていった。1997年に、首相アラン・ジュッペが社会問題省だったジャン・マッテオリオン議長とする委員会を発足させ、この未変換美術品の調査を命じた。この調査の結果、ルーブル美術館には、未変換美術品が678点。 保管されていることが分かっている。デンデラ神殿の天井を飾っていた浮彫り彫刻、デンデラの王道隊。エジプトからの返還要求にルーブル美術館は応じていない。ナポレオン一世はヨーロッパ諸国に対して軍事行動を起こし、所詮は勝利した。イタリアでは終戦条約に伴う賠償として、北ヨーロッパでは戦利品として美術品を略奪。エジプトでは 発掘による出土品として古代美術品を手に入れた。ただし、エジプトの古代美術品の大部分は1801年のナイルの海戦でイギリス海軍が勝利し、フランスから戦利品として没収している。ロゼットストーンなど、これらのエジプト古代美術品は1803年に大英博物館に収蔵されたが、エジプトからイギリスに対して返還要求が出されている。 エジプトの文化財輸出禁止法が制定された1835年、以前である1821年に、ルーブル美術館に収蔵された、デンデラ神殿の天井を飾っていた浮き彫り彫刻、デンデラの王道体も、エジプトからフランスへ、返還要求がなされている。しかしながら、ルーブル美術館は、入手は、合法なものであるとして、エジプトからの返還要求を拒否している。文化。 教育などを担当する国際連合の機関ユネスコには文化財の原保有国への返還促進政府間委員会が存在しルーブル美術館もこの活動に参加しているこの活動の一環として2009年にルーブル美術館から5点のフレスコ拡大編がエジプトへ返還されたこれらの断片は数年前にルーブル美術館が2カ所のプライベートコレクションから 正当な形で購入した美術品だったが、フランス博物館コレクション学術委員会が価値が低いと評価したものだった。ルーブル美術館には38万点以上の美術品が収蔵されており、そのうち3万5000点ほどが8部門に分類されて展示されている。エジプトのサッカラから出土した初期画像。 石灰岩と化粧漆喰による彫刻で、紀元前2600年から2350年頃の作品と考えられている。古代エジプト美術部門には、ナイルガー流域に発展した文明の、紀元前4000年から4世紀にわたる5万点以上の美術品が所蔵されている。エジプト美術コレクションとしては、世界最大規模であり、古代、中央国時代、新王国時代、 初期キリスト教時代、ローマ族州時代、プトレマイオス王国時代、ビサンティン帝国時代の美術品が網羅されている。この部局の原点は王室コレクションまで遡ることができるが、ナポレオン一世の1798年のエジプト遠征でコレクションが大きく発展したものである。この時のエジプト遠征には、後に初代ルーブル美術館館長となる。 ドミニク・ビバンも同行していた。その後、ジャン・フランソワ・シャンポリオンがロゼット・ストーンを解読すると、フランス王・シャルル・10世が古代エジプト専門部局の創設を命じた。シャンポリオンは、エドム・アントワーヌ・デュラン、ヘンリー・ソルト、ベルナルディードロベッティが収集したコレクションの購入を進言し、これらのコレクションから7000点余りのエジプト美術品が所蔵品に加えられた。 さらに、エジプト考古学博物館の基礎を作ることになる、フランス人考古学者オギュスト・マリエットによって、エジプト美術品の所蔵数は増大していった。マリエットは、エジプトのメンフィスで発掘調査を行い、初期座像などの出土品をルーブル美術館へと送り出した。エジプト美術品は20以上の展示室で公開されている。美術品の他に、パピルスの巻物、ミイラ、 工具、衣服、宝石、遊戯板、楽器、武器なども展示されている。古代エジプトの所蔵品では、デベルエルアラクの担当、初期座像、ゼドエフラー・オースフィンクスの頭部などが有名である。中央国時代の美術品は、金細工と彫像で知られ、それまでの写実的表現から理想化表現へと移行していった。この様式の例として、変顔性の アメンエムハトアンクの彫像、木製の穀物を運ぶ女性などがある。新王国時代、初期キリスト教時代では、女神ネフティスの彫像や、女神ハトホルの石灰岩彫刻などが、この時代の様式をよく表している。石灰岩、レリーフ、有翼人面王失踪。アッシリア帝国、紀元前8世紀。古代オリエント美術部門は、1881年に、 創設された2番目に、新しい部局で、イスラム教普及前の古代オリエント文明の美術品が収蔵されている。古代オリエント美術部門は、ユーフラテス川西川地域、古代メソポタミア、ペルシアの3地域別に細分化されている。古代オリエント美術のコレクションが充実したのは、フランス人学者ポール・エミール・ボッタによる、1843年のトゥルシャルキン発掘調査。 アッシリア王サルゴン2世の王宮発見とほぼ同時期にあたる。この遺跡からの出土品が古代オリエント美術部門の前身であるアッシリア美術館の基礎となった。古代オリエント美術部門では初期メソポタミア文明とも言われるシュメール文明の美術品とアッカド帝国の出土品であるラガシュ王国王子の碑文ハゲタカの碑、アッカド王。 ナラム神の戦勝記念碑などが展示されている。1901年に発見された高さ2.25メートルの戦力岩に古代バビロニアのハンムラビ法典が設計文字で刻まれた石碑も有名である。紀元前18世紀のマリ王国王宮壁画や紀元前25世紀のエビフイルの像もこの古代オリエント美術部門の展示室で公開されている。 古代ペルシアの所蔵品では、伊手のフリーズなどが有名である。ペルセポリスからの貴重な出土品も所蔵されており、2005年にイギリスで開かれた古代ペルシア展で公開するために、大英博物館に貸し出されたこともある。大遺跡彫刻、サモトラ家のニケ古代ギリシアエトルリアローマ美術部門は、新石器時代から6世紀までの地中海沿岸地方の美術品を収蔵している。 時代区分としては、キクラデス文明からローマ帝国衰退までとなる。古代ギリシアエトルーリアローマ美術部門は、ルーブル美術館でも最古の部局の一つで、所蔵品が王室コレクションだった時代まで遡ることができ、フランス王フランソワ一世が購入した美術品も含まれている。コレクション初期には、ミロのビーナスや、 ベルベデーレのアポロンのような大理石彫刻の収集に重点が置かれていた。ベルベデーレのアポロンはナポレオン一世がバチカンから押収したものだったが、ナポレオンが失脚した1815年にバチカンへと返還されている。19世紀になってからデュランコレクションやフランス国立図書館からボルゲーゼの壺のような大理石彫刻や銅像などを購入している。古代。 ギリシアルカイック期の収蔵品には、宝飾品、オーセールの婦人や、サモスのヘラのような石灰岩彫刻がある。紀元前4世紀以降の収蔵品は、ボルゲーゼの遣唐使に代表されるような人体を写実的に再現した彫刻が多くなっている。また、ルーブル美術館には、サモトラケのニケや、ミロのビーナスのような、古代美術の象徴とも言える。 ヘレニズム期の名作が所蔵されている。長大なカンパーナギアラリーには、1000点を超えるギリシア陶器の一大コレクションが展示されている。セーヌ川沿いのドゥノン翼の各展示室には、数多くの古代ローマ彫刻が展示されている。肖像彫刻のコレクションも有名で、アグリッパやマルクス・ワンニュースウェルスらの大理石彫刻、ピオンビーノのアポロンなどのブロンズ像が知られている。 造毛と金の宝石箱、966年。2003年に創設されたイスラム美術部門は、ルーブル美術館では最も新しい部門で、13世紀に、渡る3つの大陸の美術品が収蔵されている。コレクションには、陶磁器、ガラス工芸品、金属工芸品、木製品、造毛工芸品、絨毯、織物、ミニアチュールなど、 5000点以上の美術品が含まれている。イスラム美術部門はもともと工芸部門の一部だったが、2003年に独立した部局として新設された。アンダルシア由来のアルムギラの名のあるコバコと呼ばれる造形の筒状の箱や三類のアライライバンと呼ばれる金属製のボール、イラン由来のサンジョスのシーなどが有名な収蔵品となっている。他に、 ペルシア語で書かれたフェルドースイーのシャーナーミ3ページ文なども有名である。ヨンベ語族の彫刻彫刻部門には古代ギリシアエトルリアローマ美術部門に属さない1850年以前の彫刻が収蔵されている。ルーブル美術館が未だルーブル宮殿として使用されていた時代から彫刻の収集は開始されていたが、ミケランジェロの品種の奴隷へと抵抗する奴隷を除いて、 1824年までは古代彫刻しか公開されていなかった。ルーブル美術館開設当時には100点ほどの彫刻しかなく、他の王室コレクションの彫刻の多くはベルサイユ宮殿に移設されていた。その後も彫刻コレクションはほとんど増加することはなかったが、1847年にレオン・ラボルデが彫刻部門の責任者に任命されると、 コレクションの数は徐々に増えていった。ラボルでは中世の彫刻を収集する部門を設置し、キルデベルで一斉像、スタンガの扉などの彫像、彫刻を購入していった。彫刻部門は、もともとは工芸部門の一部局だったが、フランス美術品のコレクションを推進していた館長、ルイ・クラジョが1871年に実地裁量権を与えている。 1986年2850年以降の彫刻は新設されたオルセイ美術館へと移された。ダイルーブル計画によって彫刻部門の収蔵品の展示場所がフランス彫刻を展示するリシュリュー翼とフランス以外の彫刻を展示するドゥノン翼に分けられた。ロマネスク様式のフランス彫刻には獅子の穴の中のダニエルやオーベルニュの聖母などが所蔵されている。 16世紀には、ルネサンスの抑制表現の影響が、フランス彫刻にも現れ始め、ジャングジョンの浮き彫りや、ジェルマンピロンの十字架効果や、キリスト復活などに、その影響を見ることができる。17世紀から18世紀のフランス彫刻として、エティエンヌ・モーリス・ファルコネの、水浴する女や、フランソワ・アンギエの、オベリスクなどがある。新古典様式の彫刻には、 アントニオカノーバのキューピットの口づけに目覚めたプシュケがある。セイブラシュースを描いた13世紀フランスのステンドグラス工芸品部門には中世から19世紀半ばまでの美術工芸品が収蔵されている。もともとは彫刻部門の一部局でフランス王室コレクションと歴代フランス王家の墓所であるサンドニ大聖堂から フランス革命時に持ち出された作品が基礎となっている。これらの収蔵品の中で最も重要なものに、ピエトラ・ドゥーラの壺と制動器が挙げられる。その後、1825年に購入した、デュランコレクションから陶磁器、エナメル細工、ステンドグラスがもたらされ、さらに1828年に、芸術家、ピエール・レ・ボワールから、およそ800点の作品が寄贈された。 ロマン主義の潮流があるネサンスと中世の芸術に再び光を当て、蕎麦女という人物が1500点に上る中世、工芸品とファイアンス陶磁器を依存した。1862年にはカンパーナ公爵のコレクションから15世紀から16世紀に制作されたものを中心として、金細工、マヨルカ陶磁器などが追加されている。工芸品部門の収蔵品は、 リシュリュー2階とドゥノン翼のアポロンギャラリーに展示されている。アポロンギャラリーの名付け親は画家のシャルル・ルブランで太陽をルイ14世からこのギャラリーを太陽をテーマとした装飾を命じられた人物である。中世の工芸品コレクションにはルイ14世が大冠式に使用した王冠やシャルル5世の王爵、ハンガンの壺などがある。ルネサンス期の工芸品コレクションには ジャンボローニャが制作したブロンズ像、ネッソスト、デアネーラ、タペストリー、マクシミリアンの資料のタピスリーなどがある。ルネサンス以降の時代のコレクションで有名なものとして、ポンパドゥール夫人が所有していたセーブル時期のコレクションや、ナポレオン三世のアパルトマンなどが挙げられる。レオナルド・ダ・ヴィンチの、モナリザ。おそらくレオナルドが、フランスは一世の宮廷に滞在していた時に、現在の形となった。 絵画部門には7500点を超える絵画作品が収蔵されている。13世紀から1848年までの作品がコレクションされており、12名のキュレーターがその展示に責任を負っている。絵画作品のうちおよそ3分の2がフランス人画家の作品で、残りの絵画のうち1200点以上が北方ヨーロッパの作品となっている。イタリア絵画は フランソワ一世とレイ14世のコレクション由来の作品が大部分となっており、その他のイタリア絵画は未変換になっている。ナポレオン一世の集奪絵画が多く、少ないながら正式に購入した作品も存在する。イタリア絵画のコレクションは、フランソワ一世が始めたもので、ラファエロ、ミケランジェロラルネサンス期の巨匠の作品を購入し、後に、 レオナルド・ダ・ヴィンチを自身の宮廷に迎えた。フランス革命で没収、国有財産化されたこれらの王室絵画コレクションがルーブル美術館の中核となった。1986年にそれまで鉄道駅舎として使用されていたドルセー駅がオルセー美術館として生まれ変わり、ルーブル美術館の絵画コレクションのうち1848年以降に完成した絵画作品が オルセイ美術館に移されたフランス絵画と北ヨーロッパ絵画はリシュリュー翼に、スペイン絵画とイタリア絵画はドゥノン翼2階に展示されている。初期のフランス絵画にアンゲラン・カルトンのビルレザ・ザビニオンのピエタがある。フランス王ン2世の肖像で、作者未詳の全領王ジンは古代以降の作品としてはおそらく最古の個人肖像画と言われている。 その他フランス絵画には、シャンパーニュの1662年の奉納が、ポルビウスのフランス王ヘンリー4世の後継者、マリード・メディシス・リゴのルイ14世、ダビドのナポレオン1世の大観、ドラクロワの民衆を導く自由の女神などがある。アルプス以北の北方絵画には、フェルメールのレースを編む女や、天文学者、カスパー・ダービト・フリードリヒのカラスのいる木。 レンブラントのエマオの晩餐、ダビデオの手紙を手にしたバテシバの水浴、屠殺されたお牛などがある。イタリア絵画では特にルネサンス期のコレクションに重要な作品が多い。ルネサンス初期の画家マンテーニャとベッディーニのキリスト卓系には写実主義と詳細な表現の方がが見られ、精神世界を表現した重要な場面が描かれているとされている。 その他、フランジェリコ、フィリッポ・リッピ、ドメニコ・ギルランダイオ、サンド・ロボッティ・チェッリ、ピエトロ・ペル・ジーノらの名作が多く所蔵されている。ルネサンス世紀の絵画コレクションには、レオナルド・ダ・ヴィンチの、モナ・リザ、聖・アンナと、聖母子、洗礼者聖・ヨハネ、岩窟の聖母、ラファエロの、美しき女庭誌、キツィ・アーノの、田園の双楽、キリストの埋葬、警官のキリスト、 ベロネーゼの金のコンデーなど巨匠たちの代表作の数々が所蔵されている。バロック期の絵画コレクションにはカラバジョの女占い師、聖母の詞など重要作が所蔵されている。美術品収集家の医者ルイ・ラ・カズが1869年に依存した絵画584点は通称ラ・カズコレクションと呼ばれ、個人が寄付した絵画点数としては ルーブル史上最大のコレクションとなっている。ラカズコレクションには、バトーのピエロが含まれている。2007年には、ラカズコレクションを主とした展覧会である、1868年、ルイラカズコレクションルーブルが所蔵するバトーとシャルダンが開催された。フランス絵画北方絵画イタリア絵画素描、版画部門には、紙を素材とした美術品であるデッサン・パステルが、 ミニアチュール、版画、本、写本、書簡、リトグラフなどが収蔵されている。コレクションの基礎となったのは8,600点に上る王室コレクションで、その後、1806年のフィリッポ・バルディノッチのプライベートコレクションの遺像などによって1,200点ほどの作品が追加、購入されていった。素描 版画部門が創設されたのは1797年8月5日のことで、この時にはアポロンギャラリーに415点の作品が展示された。素描、版画部門は3つの部局に分けられている。コレクションの中核をなす王室コレクション、1400点、あまりの王室コレクション由来の同版画版、そしてエドモンド・ベンジャミンドス・チャイルドが依存した4000点の版画、 三千点の絵画、五百点の装飾本である。2012年現在では、その制作技法及び素材の紙が光に弱いために常設展示はされておらず、特別な閲覧化企画展の時のみに厳重な環境管理下で公開されている。ルーブル美術館周辺の地図。バス停留所、地下鉄路線図、駐車場が表示されている。ルーブル美術館は、 パリ中央部第一区、セーヌ川右岸に位置する。西隣には、かつて、フランス王宮として使用されていた、チュイルリー宮殿跡がある。現在もチュイルリー庭園として残っている宮殿の庭園部分は、1564年に、アンリ二世妃、カトリーヌ・ドメディシスが造園させたもので、1664年に、アンドレル・ノートルが再設計した庭園である。 ジュイルリー庭園のガーデンハウスは1940年から1944年までナチスドイツに集奪されたユダヤ人文化財が収容されていたが1947年に近現代美術を所蔵するジュド・ポーム国立美術館として開館したジュド・ポーム国立美術館と隣接してオランジュリー美術館があるオランジュリー美術館は印象派とポスト印象派の絵画作品が 収められており、特にモネの水蓮の連作を所蔵していることで名高い。ルーブル美術館はパリの中央部をおよそ8キロにわたって西に貫く、いわゆるパリの歴史軸の起点となっている。ルーブル美術館の中庭を東端にシャンゼリゼ通りを経てグランダル州を生誕とする。百七十一年にパリコミューン鎮圧の混乱でチュイルリー宮殿が消失し、 ルーブル美術館の建物が歴史軸に対してわずかに傾いていることが明らかになった。ルーブル美術館へはメトロのパレロワイアルイコールミュゼデュルーブル駅、あるいはルーブルリボリ駅が最寄り駅となっている。ルーブル美術館には3カ所のエントランスがある。ルーブルピラミッドがあるメインエントランス、地下ショッピングモールのカルーゼルデュルーブルからのエントランス、ドゥノン翼東端のポルトで、 リオンのエントランスである。メインエントランスの地下には、ウニベール・ロダムコ・ウェスト・フィールドが管理するショッピングモールのカルーゼル・デュ・ルーブルがある。カルーゼル・デュ・ルーブルには、フランスで最初に開店したアップルストアやマクドナルドなども出店しており、場所柄これらの店舗はふさわしくないのではないかという論争にもなっている。ルーブル美術館内での写真撮影、ビデオ撮影は許可されているが、 フラッシュの使用は禁止されている。ありがとうございます。